三本勝負タッグマッチ。青コーナー247パウンド、アントニオ・ペグリッシー。320パウンド。熱戦が続きます大阪フェス大会。これからリング上ではサンダー杉山、ヒロ松田組対アントニオ・ペグリッシー、キング・イヤウケア組の45分3本勝負が争われます。230パウンド超満員に膨れ上がりました。ヒロ・松田。今日本側とそして外人側の選手紹介が桃田リングアナウンサーによって行われました。この試合の解説はいつものように東京スポーツの山田隆さんにお願いしております。山田さん、このリングに今登場する前にですね、はい、棒を持ちましてね、そしていきなり殴りかかりましたけれども、かなり荒れそうな感じがしますね。そうですね、なんて言ってもキングカーチスという人がね、まあ期待の暴れん坊ということで、それにプグリシーの方もなかなか悪いですからね、はい、この人の場合はねクレイジーファイターというよりも、まあ、むしろずる賢いファイターですね。非常にその点で日本勢は用心しなきゃいけませんね。まあこのラファイターのキングイヤウケやアントニオ・プグリシー組を日本側のこのヒロ・マツダ・サンダー・杉山組がどのようにコンビネーションよくかわすかというところが見どころじゃないかと思うんですね。そうですね、もうタグマッチの場合は、もう最大の要素というのはコンビネーション、はい、つまりタッチワークですね。その点でね、まあヒロ・マツダとサンダー・杉山の場合は、まあ主戦場は日本とアメリカというふうに分かれておりますけれども、これは日本人同士ですから、はい、話が通じますね、はい、でも呼吸の方は心配ないと思う、ところがね、イヤウケアとプグリシーの方もなかなか呼吸が合うんですよ。まあ、打倒日本組に燃えているそのキング・イヤウケアとアントニオ・プグリシー組、気迫も超にエキサイトしております。まあ、幸いね、はい、このレフリーをやってるジョージ・マコーリーという人です、この人はねレフリーとレスラーの両方をやる人なんですが、非常に厳格なレフリーです、その辺に期待したいですね。そうですね、ただ体が小さいですから、イヤウケアが狂い出すとね、ちょっと心配ですね。リング上で対戦しておりますのはヒロ・マツダとアントニオ・プグリッシー。腕を取りましたヒロ・マツダ、もうすでに海外でのレスラー生活が13年になります。昭和32年にプロレス入りしまして、昭和35年に単身ペルーに渡ってメキシコを経てアメリカ本土に渡ったヒロ・マツダ、百戦錬磨。そのヒロ・マツダに今度は変わりまして雷様サンダー杉山が出ました。プグリシーの左腕を攻めつけるサンダー杉山、さあ向こう側の外人側のコーナーに行きました。トーキックで杉山がピンチに追い込まれます。さあ水平打ち、リングの外からプグリッシーが首を絞めに行きました。ヒロ・マツダも出てきますが早くも大荒れの様相を呈してまいりました。この試合場外での乱闘になりました。サンダー杉山とプグリッシー、そしてイヤウケアも場外に飛び出しました。ヒロ・マツダを机に叩きつける、狂乱大王狂った巨像ともやれておりますキングイヤウケア。まあこのイヤウケアという人はリングの外に出ますともう手当たり次第に物を投げつけたり叩きつけたりしますからね、もうイヤウケアの場合ね、試合場の中にある全てのものが狂気、そう、もうそう考えなくちゃダメですね、まあ、それだけに場外に出た場合には日本はうんと展開しなきゃいけないんですね。それはもうね何をやられるか分かりませんよ、はい、しかもこのイヤウケアという人はね自分のやってる行為にだんだん酔ってきて、ますますクレイジーになってきますからね。もうとにかくリングに上がると相手を倒すことだけを考えてカッとなってしまうと、そういうことを自分でも言ってますからね。そうですね、
サンダー杉山を攻めつけるキングヤウケア。どうやなんか手にロープ、タッチロープかなんか持ってるようですね。あ、得意ですからね。首を絞めます。コーナーマットに叩きつけた。これだけね、ヤウケアのように大きな体になってくると、体で覆い隠すようにしてやるとね、レフリーのブラインドになって何もわからないですよ。なるほどね。とにかくヤウケアは193センチ、164キロ、そしてアントニオ・プムリッシー186センチ、123キロ。サンダー杉山が首を絞められて、そうですね、今のあのショルダークローですね。ショルダークローですね。ちょうどね、右手でクローして、左手をリストンとかきちっとあのフォローしてますね。まだヒロ松田にタッチしてません。また外人側の餌食になります。サンダー杉山、45分3本勝負。ボディをナックルパートで攻めつけるプムリシー、フライングメイヤーで投げつけたところで、ようやく広松が登場。このアントニオ・プムリシーという人はブルーノ・サンマルチノの付属子として可愛がられて、まあ、鍛えられているだけに、なかなかその力もありますからね。非常にね、さっきまあちょっと苦労技を見せましたけどね、すごいですよ、力は。おーと、リンガイでまたイヤウケアが椅子を持ち出しましたが、これは広松田が取り返しました。やっぱり今のね、広松田君のようなね、逆襲、これはもう日本軍もやるべきですね。今その通り、その杉山がすかさず、足で蹴っておりましたがね、イヤウケアを。さあ今度はコーナーに攻めつける。コーナーマットへ飛ばした日野松田。さあちょっとコーナーを間違えた無理し、日野松田の直攻撃。まあ、日本側としてはこの体のないプムリシーを攻めるべきでしょうかね。それは当然ですね。もうやはりあの向こうのチームのウィークポイントというのはプムリシーということになりますね。さあボディスラム、さあ雷様、サンダードロップ、おーっと自爆、ヒップドロップ一発、二発目が外れました。続いて登場広松田。まさにそのいろいろな異名を持つキングイヤウケアですが、この場合は狂乱大王というか、そうですね、狂った巨像という感じがしますね。やはりね、スピードのある広松田を相手にして、まともにやってたんでは勝てないと、今あの親指突きを見せましたね。非常にああいう技はね、松田にとっては困るわけですよ。サミング攻撃で自分のコーナーに持ち込んで、おーっと今度は机を持ち出したイヤウケア。さあ机を持ってて、それに叩きつけようという感じですね。なかなかね、コンビネーションいいでしょ。おーっと肩でぶつかって、これはもう外人側の一つのちょっとミステイクありました。はい、もうこれは明らかにね、広松田のインサイドワークを褒めるべきですね。まあ広松田も海外生活13年ということで、こういったそのラッファイターとの何十回何百回と対戦してますからね。そうですね、その辺はね、やはりね、試合度胸というものが備わってますね。しかし日本側のタッチワークより外人側のコンビネーションの方が今のところ勝っているようです。さあドロップキックいった。さあドロップを見舞った後、サンダー杉山がタッチ。さあソバットトーキック、ハンマースローでロープへ飛ばす。160の個体が飛んだ。ショルダースローでいった。ストンピング。おーっとプグリッシーが抜け目なく出てまいりました。今はね、杉山君まずかったですね。あそこで一発遊びがあったですね。デモンストレーションの。あの呼吸逃がしちゃいけません。さあ2人がかりで杉山を痛めつける。
おっと今度は急降下爆撃をかける。さあフライングソーセージどうだ、決まりました。やはり164キロの巨体を乗せられては杉山もやむを得ないという感じですね。もう完敗ですね。完敗ですね。ああいうね形に持ち込まれちゃちょっと難しいですね。まあ先日の名古屋での試合でもイヤウケアがロープの最上段からフライングボディープレスを、してデストロイヤーから1本奪ってますからね。とにかくね160キロと言いましてもね、ただその重さだけじゃなくてロープの上からというその急降下ですからね、加速度がついて大変なもんですね。まあ、このダメージを早く回復してまた日本側も一本を返してほしいところであります。まあ、これね体の大きくて頑丈な杉山君だから持ったようなもんですが、普通の人だったらあれ全部あばら骨が折れてしまいますね。そうですね、まあ、杉山もご存じのようにそのアマチュアレスリングで鳴らしてプロレス入りしてかなりのキャリアを持ってますし、178センチ125キロというこの体格でキングヤブキャと対しましたが、やはり体格と体と体の押し合いでは、はい、ヤブキャに分があるから、そこらは一つ日本側のインサイドワークで補ってほしいものですね。そうですね。さあ突きです。ヘッドバットで村板を突きます。杉山さあロープへ飛ばしたところでこちら側で待っていたカウンターの広松だ。杉内スタートキック、日本側もちょっと作戦を変えたようですね。スピーディーな攻撃になりました。いいですね松田君。あ、聞きましたね今のニーリスト。さあロープへ飛ばして今度は杉山のドロップキック、完全に伸びた感じか。サンダードロップ一発に3発4発5発、先ほどの敵とばかり思い切って飛びます。あー嫌受けは立てず、嫌受けは立てず、日本が1本返しまして1対1のイーブンとなりました。今ね杉山君がね見せたサンダードロップで5発でドロップキックだけでね行かないでサンダードロップをフォローしたところが良かったですね。杉山、大河田目、杉山の勝利と言いますかね。そうですね、あれはね、ドロップキックだけではね、やはり巨像は参らないですよ。まあさっきね、1本目で見せた失点をね、見事に挽回して見せてくれましたね。まああの、ヤウケアに対して、この1本捉えた後は、スピーディーな攻撃に変わりましたね、はい、杉山は。もうこれはね、その唇を切ったのは広松田ですね。しかもね、ドロップキックのような技はね、ヤウケアにとっては苦手なんです。はい、っていうのは自分の体のね、比重によってねダメージがものすごく大きいわけですよ。でおそらく後頭部を打ってフラフラだったんですね。164キロ193センチという巨体がマットに沈みましてまだ立ち上がることができません。かなりダメージがあった模様です。キングイヤウケア、セカンドアウト、セカンドアウト。まあ、イヤウケアは昭和35年に初来日した時にはハワイのプリンスとか東南の少年とかね、はい、青年とか言われましたけれども、まあその当時からね、私見てますけれどもね、大変なやっぱり暴れん坊だったですよ。ただあのヤンボーイだったですね、はい、でまあひげもなかったですからね、そうですね、もうすぐ若々しい感じがしましたけど、今はもう凄みを増しましたね、はい、もうちょっとアメリカ広して言えどもこれぐらいのクレイジーファイターってのは珍しいですね、はい、さあ調子に乗ります日本側。レアハッグで攻めつけてコーナーに持ち込んで広松のタッチ。まあ今は一つの日本側のチャンスでしょうね。ここでね一気に攻め込まないと勝機を逸してしまいますね。そうですね、完全に病気になりましたキングイヤウケアを攻めつける日本側。サンダー杉山のベアハッグ、今の横抱きグイグイと攻めつけます。しかしまあこれだけウエストが太い人ですとね、そうですね、なかなか手も回りませんしね、はい、効果もないんじゃないかと思いますが、さあコーナーを割って叩きつけた。完全に日本側のペース。さあ杉山また大連ドロップ、
広松田がレフリーのマッコーリーにカウントカウントを催促しましたが、これはまだ指名を制すことができません。もう一度広松田にタッチしまして、さあ今度はボストンクラブの体勢だ、逆襟に行った、クグリシーが出ます。今度はサンダー杉山、片襟、またプグリシーが足を踏みつけました。今がチャンスだということで、広松田ももうこの辺り日本側も呼吸が全くぴったり合ってますね。そうですね。それにね、あの松田君が非常にいいリーダーぶりを見せてね、掛け声を入れてますね。さあまたドロップキックを見せた、サンダー杉山、さあ一転してサミング攻撃、そろそろラフファイトに変わってきたようですね。ああ、これが出始めるとちょっと用心しなきゃいけませんね、はい、ちょっとペースが変わってきましたね。45分の3本勝負、1対1のイーブンで迎えました決勝の3本目。ラックルパートカウンター打ち、クグリシー大きく、さあチョップ攻撃、コーナーマットへ飛ばす、広松田水平打ち、さあ乱戦になりました、4人が入りになりました。コート日本側とがいい、ヤウケアとプグリシーが巨体をぶつかりました。さあ今度はコプラツイストいった、広松田のコプラツイスト、どうだどうだ、決まるか、広松田コプラツイストだ、ギブアップギブアップ、日本が3本目取りました。アントニオ・プグリシー、広松田の強烈な3分23秒コブラツイストについに参った、ギブアップ、広松田コブラツイスト。どうですか今の日本側の呼吸といって、はい、あの最後のね、とどめの一発になったコブラツイスト、角度もいいし、それで締め方も良かったですね、はい、この点やはり広松田というのは百戦錬磨の強者だけに、切れ味の良さをね、良さを見せましたね、見せてくれましたね、はい。45分の3本勝負、サンダー杉山対広松田組対アントニオ・クグリッシー、キング・イヤウケア組は結局2対1をもちまして日本側が勝利を飾りました。